どうも、タクチャンネルのタクです。今日はもっと腹筋をデコボコに割るための荷重クランチのやり方のコツやポイントなどを紹介していきたいと思います。腹筋のトレーニングといえば、人によっては何千回する人もいたりとか、何百回とかで、一番多いのは多分数十回ぐらいを数セットで、下部とあとはね、上部中部分けてやる人が結構、ね、多いと思うんですけども、回数をめちゃくちゃこなすってことは、主にチキン繊維を刺激しますよね。チキン繊維というと持久力のある、ね、筋肉なんですけども、例えばマラソン選手とかに多いタイプですね。マラソン選手の体を見てみてどう思いますか？筋肉とかも、ね、めちゃくちゃ細いですよね。でも逆に例えば、ね、短距離走の選手とかの体を見てみてどう思いますか？足とかめちゃくちゃ太いですよね。短距離走の選手は、ね、速筋繊維の割合が多かったりとか、ね、速筋繊維がより発達しているんですけども、まあ、腹筋も大胸筋とかね、上腕二頭筋とか同じように、例えばね、8回から12回をギリギリできるぐらいの重量設定で僕はいいと思っています。まあ、大体目安としては10回から15回をギリギリできるぐらいの重量設定で、まあ、2、3セットやることによって、ね、よりデコボコ感を出せるのではないかと思っています。でも普通のクランチとかだと、ね、普通に30回とか余裕でできてしまうのではないかと思います。で、今回紹介するのが荷重クランチということで、ね、ギリギリ10回から15回ぐらいできるぐらいの、ね、重量に設定する方法を紹介していきたいと思います。で、何を使うのかというと、やっぱりウエイトプレートとか、あとはダンベルで、あまり持っている人はいないと思うんですけども、まあ、メディスンボールっていう3キロとか5キロぐらいの、ね、重たいボールを使って負荷をよりかけていきます。で、負荷のかけ方なんですけども、頭の後ろにウエットプレートを持ってきてやる方法と、もしくは、ね、ダンベルとかメディスンボールとかウエイトプレートを、ね、顔の真上に持ってきてやる方法の2通りがあります。頭の後ろに持ってくるやり方では、ダンベルとかメディスンボールとかでは、ね、とてもやりにくいと思います。なので、ね、ウエイトプレートを使ってやっていきます。このやり方の特徴なんですけども、こうやっていくと、ね、若干首が、ね、曲がりやすいんですね。なので腹筋以外にも首の方にも負荷がかかります。首とかね、痛めやすい人とかにはあまりおすすめできない方法です。逆に首も鍛えたいって人は、ね、頭の後ろに持ってきて若干首を、ね、一緒に曲げてやると首も同時に鍛えることができます。じゃあもう一つの方法で、顔の真上に持ってくる方法です。この方法では、このウェイトプレートを、ね、上げてる位置によって負荷が変わってきます。例えばさっきの頭の後ろに持ってくる方法のように、ウェイトプレートを後ろ側に持ってくるとより負荷がかかります。で、逆に顔の前ですね、より前側、腹筋寄りにウエイトプレートを持ってくると、この、ね、ウエイトプレート持ってる分の重量の、ね、負荷が逃げていきます。すごく軽くなります。逆にこうすると、ね、負荷が強くなります。で、この時のおすすめの鍛え方です。
初めのうちは頭の後ろに持っていってクランチをしていきます。でこのやり方で限界を迎えたら少しだけ前側に持ってきて負荷を軽くして続けていきます。でこの時にこう下ろす時ですね、下ろす時の方が力が入りやすいので下ろす時だけ後ろに持ってきて負荷を、ね、上げてあげるとより効果的です。では3回だけ例としてやっていきます。1、2、3。でここで限界が来たとします。そしたら前側に少しだけ持ってきて負荷を軽くします。このようにやっていきます。もっと腹筋をねより凸凹に割りたいという人はぜひこの方法を試してみてください。以上、より腹筋を凸凹に割るための荷重クランチのポイントの紹介を終わります。もしよろしければパソコンの方は上から、スマホの方は下からチャンネル登録していただけると大変嬉しく思います。本日もご視聴ありがとうございました。